キャピトラビーチの色鮮やかなホテルキャピトラはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクルーズ郡の都市である。サンタクルーズの東に位置し南にモントレー湾が広がる。キャピトラはサンタクルーズ近郊の小さな都市で西はライブオークを挟んでサンタクルーズ市に通じ東はアプトス北はソケールに接する。南はモントレー湾である。海岸は 砂浜と断崖絶壁が交代する。ソケール川という小さな川がモントレー湾に注いでいる。人口は2010年で9918人である。現在のキャピトラはメキシコ時代にはマルティナ・カストロという女性の所有するランチョソケールおよびランチョロデオという広大な私有地の一部だった。1856年にドイツ出身の起業家フレデリック・ヒーンが ランチョの一部分を獲得した。1857年に、ヒーンは、ソケール川川口に不当を築いた。1869年に、ヒーンは、海岸部分をサミュエル A ホールに貸した。ホールは1874年に、リゾート地、キャンプキャピトラを開設し、それが、現在の市の名の元になった。キャピトラの名は、当時人気のあった。 EDN サウスワースの通俗小説シリーズに出てくる女主人公から取られ、ホールの娘のルルが名付けた。1876年にサンタクルーズからワトソンビルまでの鉄道が開通すると、不当の産業的な価値は減少した一方、キャピトラを訪れる観光客は急増した。20世紀初めにキャンプキャピトラは、キャピトラバイザシーンに名前を変更した。 ヒーンの没後、その娘は1919 19年に土地をサンフランシスコのヘンリー・アレン・リスピンに売却した。リスピンはリゾートを近代化しようとした。世界恐慌後の1930年にリスピンはキャピトラを石油資本家に売ったが、1936年にはその石油資本が倒産した。キャピトラは1949年に市に昇格した。市の北部を カリフォルニア州道1号線が東西に走っている。キャピトラモールから出るメトロバスサービスは、サンタクルーズ、ライブオーク、キャピトラ、アプトス、リオデルマー、ラセルバビーチ、コラリトス、ワトソンビルを結んでいる。キャピトラの大部分は住宅地である。ソケールー川,川口のあまり大きくない砂浜と、現在は使われていないふと、美しく彩られたホテル、アパート、 商店から構成される。市の東端にあるキャンプ地。市の西部にある大規模なショッピングセンター。1977年に開店した。モールの4つの端にそれぞれ大型店が入り、その間に小さな店舗が並ぶ。リーマンショックの影響で2008年から翌年にかけて4つの大型店のうち2つが撤退し、空き店舗が目立ったが、その後に復活している。 2016年現在、大型店舗としてはシアーズ、メイシーズ、コール、S、ターゲットが入居している。ありがとうございます。